読めないですね。自分丸出しといった理由は自分の死を ちょっと書いてみました。風雅っていうのは N に何を代入するかでね、変わっていくわけで、N に何を代入するかですね。 F かっこ N、 僕の場合滝なんですね。タコじゃないですよ。タコみたいにヘナヘナしてるかも分かりませんけど滝です。で、まあこれから別に宣伝したいわけじゃないんですよ。まあ軽く宣伝はしてるかも分かりませんけどね、これからは恩返しです。僕は政治はね、さっき言ったような理想的な境地からやっぱり、法恩、空海さんは法恩と言いましたけどね、法恩、うん、これがやっぱり軸になるはずだと考えます。まあその話は踏み込めませんけどね。で、僕にとっての非常に自分の人生を芸術的ないしは風雅の世界で彩ってくれた人に対する恩返しのつもりで書いたのが空海の間っていう詩集があります。空だけ漢字ですけどね、あとは空海の間、海の間はひらがなです。いつ出したのかな、忘れちゃいましたけどね。2000何年だったか忘れましたけど、はい。で、まあその恩ある人をいくつか歌ってますけど、まあでもこの話時間ないかもわからないですね。まあちょっとこれだけあげますね。兄弟への恩返しのつもりでね。どこが恩返しなんだと言われそうですけどね、実は僕が京都大学にね初めて興味を持ったのは小学生の時にね、湯川秀樹の伝記を読んだ時なんですよ、うん、その直前まではプロレスラーになりたいっていうのが僕の夢だったんですけどね、その伝記を読んでから、あ、科学者になりたいと思うようになった。ただ湯川さんに憧れたんじゃなくてね、湯川秀樹のお父さんに憧れた。地質学者でね、京大の理学部の地質学教室の創設者って言ってたかな、うん、いずれにせよ古い時期の人です。うん、で京大地質学教室の人に僕は2人ぐらいお世話になってる。1人は京大博物館の館長さんである大野照文さん、うん、でこの話で実は盛り上がったこともありましたね。湯川秀樹のお父さんが、彼から聞いたんですけどね、地質学教室の創設者だと。間違いはないと思いますけどね、それ以外でも調べたわけじゃありません。京大博物館でまぶさび展というね展覧会やらせてもらったことがあってね、これは異例のことだと思いますけどね、本当にね。大野さんのお父さんが日本画家、有名な日本画家ということもあって、まあ非常にアートに理解があったということですけどね。もう一つはね、これは若い人にも送りたい言葉ですけどね、本当に一回しか会ったことはない京大地質学教室の出身者の大学の先生ですけど、素晴らしい言葉をいただきましたね、うん、それは何かというと、学問と芸術は人生に残された最後の道楽であると。いい言葉でしょう。一回しか会ったことないんですけどね、名前も実は思い出せないんです。名刺もらったから探せば分かりますけどね、うん、整理ベタなんでね、探してもどこ行ったか分からない、申し訳ないですけどね。これは本当に究極の言葉だと思いますね。芸術や特に人文社会系を抑圧しようとする世の風潮に対してはね、突きつけたい言葉ですね、うん、もう一回言いますね、録画されてるからもう一回言いますね。万が一安倍総理が見ることがまあないか分かりませんけどね、学問と芸術は人生に残された最後の道楽である。まあ縁を感じますけどね、
これは実は湯川秀樹のお父さん小川拓二さんって言ってましたっけね、名前すいません忘れちゃいましたけど、アルノ川の夕暮れっていう、こういうレイアウトなんですよ。実は滝を3つ仕込んでます。一つはこの番号ですね、番号ここに小さく、上が0ですけどね、000です。で目次ノンブルがない代わりに何ペン目か分かるように数字を書いています。この雫の滝です。でここだけ大文字で中抜きにしているのは滝壺のつもりです。これが一つと、この上から落としているまぶさびしっていう555の四景が、まあ、僕が日頃実践しているまぶさびしっていう四景なんですけどね。もう一つはこの真ん中の空白が滝ですこう両開きでね、レイアウトしてますから、真ん中を両側に寄せてますから真ん中空白が開くようになってる。でこれ自分でも気に入ってるあれですけどね、しょうがないですけどね、一応読ませてもらいますと、フィレンツェは京都へと夕暮れて、アルノ川に日が沈み、鴨川みたいと湯川秀樹の親父ども、下半にはダンテが車で突っ走る、あ、ルノー、通りかかった吟遊詩人も苦笑い、ね、まあ笑っていただければ嬉しいです笑い取るための詩ですからね、僕の詩集はね笑ってもらわないと変わるわけでまあその時湯川秀樹の伝記で読んだのがね、お父さんがフィレンツェ行った時のことが書いててね、なんて言ったかというとね、アルノ川っていうフィレンツェ流れる大きな川がありますけど、まあその夕暮れを見てね、おお鴨川みたいだのと言ったらしいですいい話だと思いません？ね、大体ほら向こうに例えるじゃないですか、日本人はね、すぐは浮かびませんけどね、うん、例えば、どっか近畿の南の方にスペイン村とありますよね、まあ、行ってみるとああいう感じですね、うん、長崎の方にオランダ村ってあるじゃないですか向こうに例える、いいですねこういう見方ね。アルノ川を見てね、普通だったら鴨川を見てね、フィレンツェ帰りの人が、あ、アルノ川みたいだなって聞き取って言うと、こうね、様になると思い込んでるアホな人が思い浮かびますよね。そうじゃなくて、アルノ川を見たら、お、鴨川みたいじゃないかというふうにね、それをまた帰ってから自慢そうにね、息子にこう話して聞かせる、いい情景ですね。うん、アルノ川じゃない、鴨川みたいな川があったよと、なんかアルノ川というらしいぜとかってね、まあ最後わかる、ちなみにルノーという車で走ってるっていうのは誰でもわかると思いますけどね、それを超絶短詞にしたら、あ、ルノーと元アルノ・ダニエルという有名な吟遊詩人がいます、それをかけたんですけどね、分かっていただけましたかね、うん、あんまり期待できそうもないですね、まあ、でこれ兄弟去る時もう終わります、あと 1,2 分で終わります、記念にね、記念にチョークを1本もらいました許してもらえますよね、名誉教授取り消すということ兄弟関係者に言われないことを祈りますけど、一本だけチョークをいただきました。で、きれいに上等のコンパクトにグッチの景品ですけどね、ただでもらったんで、でチョークをきれいに布団に寝かせるようにして入れて、まあマイオブジェといたしました。でちょっと見てほしいのは、この可愛らしいでしょうか、これが
蝶々のつもりです。でこれちょっとひん曲がってるのが「く」っていうね「蝶く」っとこうねああチョークを持って兄弟で汚い字と蔑まれながらも板書して講義をするのもこれで終わりだなと、ぐっと込み上げてくるもんがあるなということで、まあ年取った蝶々ですけどね飛び立つのはこれから飛び立つということで、チョークっていうこうね感じです。ここにチョークで落書きしてるんですけど、もうほとんど読めないですね。蝶という字とくっと書いてますけど、一生懸命機能を移してきたんですけどねなかなか。で、はい、ありがとうお幸せにということで、まあ本当にあの兄弟と、まあのびのびと過ごさせていただきました。兄弟とまあ家族に感謝したいと思います。皆さんどうぞお幸せに。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。どうも。あ、ありがとう。